一切のでバンバンザイダーです。はい、ということで本日はですね、私まだギシ君家に行ったことがなくて、そう、 TikTok メドレーの撮影の時に朝6時集合だったんですよ。で起きなくて、ルナがピンポンしに来て、儀式の友達がその時いたんですけど、起こしてすぐ帰ったんですね。だから軽く新居もちょっと見たいなって気持ちと、あとやっぱ新居祝いということでサムギョプサルの用意を持ってきました。はい、ということでですね、もう今すぐ帰りたいので、もうパパパパパパってご飯食べて臭い匂いをつけて帰りたいと思います。ということで、やばいやばいやばい、何号室か忘れた。電話します。いいよ、ちょっと寝起きだから準備するから待っててね。はい、いいの入って。いいよ。何丸何号室か忘れて、一か八かで押してみた。もうお前怖いことすんなよお前。じゃあさ、ちょっと着替えてきて。はい、じゃあちょっと待っときます。はい、ということで、ギシ君です。じゃじゃん。こちゃんのルームツアーとか見た？見てない。あえて見なかった。洗面所とか見た？見てない、まだ。ちょっと見てよ。ちょっと行っていい？なんか海外みたい。付き合ったら仲良く、ここで争うことなくできるよ。最悪。これ何に使ってんの？この頭がブチブチペイしてる。これビトンでしょ？うん。セレブな。てか俺さ、見て髪質直ったと思わん、マジで。うん、なんかマシにはなった。コンドライヤーのおかげ。うわ、これルナと一緒や。あ、ルナと一緒？うん。これすごくね？これめっちゃいいよ。びっくりしちゃった、ね、俺こんな髪質サラサラなんだと思って。待って、めっちゃなんかいい化粧水ばっか使ってんだけど。母さんにもプレゼントした。めっちゃいいじゃん。すごいすごい、ここ洗面所でしょ？うん。来た来た、待って。これで普通にリビングとか普通に行けるよ。だよね。何ぼここの100万ぐらい。それじゃなくて、間取り全部で 3LDK。 あ、3L なのこれで、うん、じゃあまだあるの見ていい？いいよ。ちょっと待って、トイレにこれはすげえ。まずトイレにこれはめっちゃリッチやと思う。すごすぎる。何がだよ。だってなリビングに置いてたのこれは。いや、そうだよね。だってリビングはさ、誕生日企画で使ってくれたやつ使いたかったから、うん、変えたの。物多すぎひん？いや、マジ片付けないと。やっぱ買い物したら全部ここに置いちゃうの。でも B 型ってそういうあれ癖出るかな。知らんわ。ルナもそういう癖ある。あ、マジで、うん、一点集中だとね。そう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 。なんでそんなギリギリのとこ押すの？ギリギリって何？なんかさ、100万ってさ、もう払えないってなるじゃん、いつか。いつかは払えなくなりそうね。いや、なんかシンプルに、うん、これマジで将来ね、うん、100万の家賃の家にさ、うん、住む人って本当に限られてると思うの、うん、コメント欄でも来んのよ。お前この年でそんな使い方してきしょいなみたいな、うん、でもその人は住めないわけじゃん、うん、孫とか子供ができた時にパパは一回こういう環境で住んだことあるよっていう実績が欲しかった、うん、あ、そうなの、うん、いいと思う、その生き方。おっす。レナちょっと気になったのがこれ。いや、誕生日プレゼントやん。そうだ、あれで入ったんだ。うん、すげえ。ギリ入った。これや。待って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 、これ使ってないでしょ。うん。いや、ワイン嫌いなの。でもおしゃれだよ。何これ、1個はワインは入れてんの？何個も入れてんの？サイダーとか入れてる。もっとこのサイダー飲めた後で。いいよ。ここは？ここ？何、ここにもトイレがあるの？うん、だから俺んちよく飲むじゃん、うん、もう争いとかない。トイレまだとかない。なんでここにあんの、トイレが？寝室からの近いトイレはここで、で、普段はそっちのトイレ使うの。ここはいい匂いの？うん、なんかちゃんと置いてあるの、きっしょ。なんでだよ。なにここの、これ、あ、めっちゃ入った。これ何？これも同じ。同じ匂い？あれからちょっと取って、うん、もっと買ったから。そういうこと？何おしゃれなことしてんの？いいだろ、別に。まさかトイレとかない？ねえよ、もう。あ、ここは、普通にゴミステーション。で、玄関に繋がってる。マジで？詰めるで、ここ。
何それ、勝ったの？お前に勝つためにな。うん、それ一番弱い人が言うことで、女に向かってお前に勝つって。じゃあ今日あのサムギョプサルをしたいので。おお、いいやん。あのちょっと汚させてください。やったことある？この家で焼き肉。ないです。めっちゃ匂いつくよ、まあ、ということでします。いいでしょ。はい、ということで、はい、リス君の家で今からサムギョプサルサムギョプサルも、あれサムギョプサル、うん、をしていきたいと思います。はい、お願いします。お願いします。お腹減った。てかね、うん、昨日ね、シンプルね、うん、どうぞ換気扇消しちゃう。ね、いいの消して。そう思ったけど、だ、いや、だいぶやばいと思うよ。昨日ね、はい、ケンスケくんとスクワットが泊まりに来たんよ、うん、はい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 、企画で、うん、そのせいでさ、超寝不足で、うん、やっばと思って、ずっと撮影してるわ。そうだよね。目がね、ほっとけば閉じていくよ。そうだよね。だから食べて、目覚まして。はい、目で、目で撮ったんよ。天使ちょっと見えて。え、いいじゃん。嫌だよ、手ぇちっちゃい。起きるよ。うわ、マジ怖え。キムチも焼くんでしょ。そうだよね。あの前回の家さ、どうだった？なんか出るとき。わかんない、俺いない。え、誰に泊まったの？ん、中の幼馴染がいるんだけど、うん、幼馴染がね、うん、1ヶ月前に札幌のね、公務員を辞めて、うん、はいはい、こっちに来たのよ。え、それもすごい度胸だよね。そっからね、俺の個人チャンネルの編集とかお手伝いとか、はいはい、いろんなやつやってんだけど、うん、もう優秀すぎ。え、やばいよね、普通に。水道代、俺溜まってたの。うん、それも気づかなくてさ。そしたら中野が気づいたら全部やってたの。うん、とりあえずこれ3枚やったな。うん、いいじゃん、まっすぐ。でもバンバンだって何の企画が一番みんな見たいと思うんだろうね。やっぱドッキリじゃない。ドッキリか。でもさ、ドッキリにも種類があるじゃん。ピンクのサムネなのか、ゲテモノとかのあれなのか。でもゲテモノ最近伸びてたからさ、伸びてたよね、調子いいよ。でもさ、ドッキリに耐性ついてたやんか。うん、それを忘れてる頃にいかんとさ、ね、ちょっとあれだよね。そうそうね。で、ゲテモノ気づかなかったし。気づかなかった、気づかなかった。で、食べてる時に気づいたぐらい。そうだよね。うん、もう連日俺とルナ喋りすぎてないよ、喋ること。え、本当に急遽二人の撮影だから。だってルナにもう残り喋ること P しか残ってないもん。何 P？ だいたい P やろ。パス。うわー、くさー、匂いやばいよ。うわー、匂いえぐ。めっちゃいい匂い。でもなんかやっぱスタジオでやるよりこっちの方が映えるわ。それはね、心境が映えるよ、うん、やばい、何も話に集中できないぐらい怖い、この匂い。セーター脱いで、半袖とかにつけたいと思う。絶対脱いで。本当に？うん、やばいって、休日、スーパーとかにいるやつみたいになっちゃったって。いいやん。やばい、めっちゃ気になるけど、なんか、切り方が分かんない。ここに、うん、食べてみっか。うん、あ、もやし入れるの忘れてた。もやし入れんの？うん、サムギョプサルって。うん、なんで？なんか、いつも美味しいよ。そうなんだ。食べもう食っていい？うん、食べな。え、ちょっとリッチに2枚重ねとかにし。うん、します。最悪。リッチじゃないね。いただきます。はい、エロム2枚しよう。え、なんかつけた？うん、わかわか。え、めっちゃ嫌や。嫌すぎる今の。え、なんで？え、自分が例えば彼氏と初めて好きな人とご飯行って、それやったらマジで行くわ。だから、うまっ。おいしい。いただきます。うん、うん、うん、いくで、うん、せーの。うますぎない？うん、おいしい。やばいな。うん、てか、坊ちゃん連れてきてくれればよかったんだ。坊ちゃん、普通におしっこしまくる。うん、いいの？許すんだ。うん、ルナが買ってくれたルンバがあるから使ってる。うん、どう？いい？名前も決めれるし。え、何ですか？壊れる前のやつはウンパだった。うん、ウンパじゃないみたいみたいな感じ、うん、でも壊れちゃったの、初期不良で、うん、で、今2代目新しいの来た。うん、いやさ、うるさい結構。いい。うん、名前。うん、元カノの名前にしてる。ミレンタラタラオよ。すげえガレン。本気でミレンタラタラオだよ。タラタラオ。うん、なんか逆にそこまで思わせれてる元カノすごいわ。まあ確かに偉大だよね、うん、毎日顔浮かんじゃん、マジで。思い出した後どういう気持ちなの？なんか良かったんだろうなって。会いたいと思うのにってこと？うん、何が返ってこないか。
だから連絡返ってこないのはもう向こうは興味ないの。今連絡したらめっちゃ嬉しい。うん、会ってチューしたちょっとやね、もう今会ったらマジで今目の前にいるのよ、うん、もう、うん、なんでじゃあさ、戻ろうって言わないの。戻れないから連絡返ってこないか、うん、いや、帰ってきたら戻ろうって言えるの。早くない一からスタートよ、また恋愛。そうだね、まあ、言うて戻る気もないんだけど。戻る気ないのに、思い出して。いやだから、うん、その恋人的なものももちろん好きだったけど、うん、心の拠り所でもあったわけ、うん、何か埋めれないものってない心の。じゃあ、うん、本当にワンナイトとかだけでは埋めれない、友達と飲み会だけでは埋めれない何かとかあるよ、うん、家族と過ごすだけでは埋めれない何か、うん、え、だからあれはそういうその分かんないところにガツってなった人と俺は結婚したと思っちゃうタイプ。だってそういう人ってめったにいないじゃん。いや結構いるよ、毎日付き合うたびそういう感じだよ。そうなの、変だ、変だ。過去でさ一番好きだった彼女は、一番思い出に残ってる彼女。多分、うん、一番好きだったのは、うん、高校の時の元カノだと思う。うん、1年半ぐらい付き合ったから。え、いつもどんなぐらいなの。3ヶ月基本半年で別れるね。でも、うん、で半年以上続いたらもう好きってことはない。好きってことっていうか、そう、心からって感じだね。うん、なんかそれはどういうあれが好きだったの。性格かな、俺の女バージョンみたいな。え、じゃあさ、結構遊んでる子なの。でも付き合ったら一途みたいな。多分ほっとけば遊ぶ。そうなんだ。でも超メンヘラ。あ、そう、なんかギス君の元カノとかってメンヘラになるイメージある。なんで。あなたが心配性させるから。高校の時だぜ。そうじゃなかった高校の時は。一回だけ遊んじゃって、その時ヤバかった。え、それはどうあれなの。クラス。あ、真珠。そうそう。あ、なんか言ってた言ってた、その子なのよ。そう、教室の真ん中で数珠ぶち切られて。いいかも。それはもう好きだわちゃんとそういうエピソードある人ってさ、なんか別れた後もさ、めっちゃ思い出しちゃう。うん、そうだよね。もう結婚さ、子供されるよ。うん、じゃあもう無理だよね。うん、もうだから無理だよね。うん、やっぱ結婚ってなったらさ、あ、結婚したんだってなった。もうなるけど、うん、普通だよ。うん、本当に無理なかったら、うん、おめでとうってなった。なるほどね。え、元彼結婚した今まで。まだ、ね、うん、したらなんかすごい感情になるよ。別に未練とかなんもないんだけど、一回感慨深いなってね。あ、でもそうなる元彼いるかな、それだけ。あ、いるんだ。うん、中学校の子。へえー。3年間付き合ったんだけど、なんかその人は未練とかじゃなくて、あの初めて付き合って3年間付き合ったからさ、なんかもう真っ白状態で付き合ったじゃん、2人とも。で、それで、まあ、何もしなくても好きだったからさ、なんかそれがでかくて、あ、結婚したんだ、誰としたんだろうって気になっちゃって。でもなんもない。でも結局タイミングじゃん、恋愛なんて。その自分のさ、元カノと結婚相手が結婚する過程の時にさ、自分がいたらさ、自分でその人の結婚相手のタイミングも決めれるっちゃ決めれるじゃん、うん、って考えたら人生ベリーディフィカルト、難しいモードですマジで。そうだね、うん、でもね、一つね、元カレ、あ、当時付き合ってた彼氏がいて、うん、ご飯を食べに行ったの、うん、別の席に元カノがいたので、知らん、気づかなくて、ルナ、うん、で向こうも気づいてなかったの、うん、で、ルナが荷物をこう置いた時に、うん、壁がめっちゃ薄くてボチョンってなっちゃったの、うん、で、あ、ごめんなさいって言ってパッと立って出てきたのが元カノになってない。マジで、あの彼氏と家族がいたのね、うん、向こうの家族、うん、で、みんなでご飯しててやばいかなみたいな空気やったと思うのよ。でも意地でも出さんとこと思って、負けたくなかったからなんもないよみたいな感じしてるんだけど、めっちゃ向こうの元カノがライバル心か分からんけど、あ、何何みたいな、うん、元気だったみたいな。そういう時はそういうことするよな。そう、めっちゃルナの顔見てんの、シュワシュワ見てくるの、元気でって思うじゃん。でも、もう気づいてないふりしたの、それが元カノって、その人に対しても。で、ずっと壊せたんだけど、めっちゃ見てくるなと思って、だんだんそこにイライラしてきちゃって、一生話してもらうの。で、その後もうなんか、その子はお母さんのことも喋るの、めっちゃ、うん、もうそんなのさ、めっちゃ嫌じゃん、うん、で、やばい、どうしよう、どうやって抑えようと思って、もうずっと一人こう我慢したの。もうその時ラナがいたんだけど、ラナにちょっと、助けたい、助けたいだったら、ラナが大丈夫ラナが言ってきたの。でもその時もなんか震えちゃったの、なんか嫌すぎて、うん、で、ちょっとコンビニに行こうかなと思って、ラナに。え、飯食ってる時でしょ。うわー、なんか一番空気壊してるよ。だからそれでもうダメじゃん、それも、うん、でもお父さんとかもルナがそれ知ってるっても知らんから、ナチュラルに行けないかなと思ってめっちゃくちゃ考えたの。でもそれで逃げちゃった。
逃げたんだ。ナナとちょっとコンビニ行きますって言って、行っちゃった。いいコツあるよそれ。何？本当に本心で思ってるわけじゃないけど、うん、俺の中でね、うん、まあ初対面とかもう本当ざっくりね、うん、偏見なんだよ、うん、あの大体人間の位、うん、まあみんな平等だけどね、うん、位ってやっぱり地位、名誉、財産とかだと思うの、うん、それの3つで決められると思うね。その時に二十歳で、うん、あなた今すごい地位にいますよね。だから誰からでも声かけられる、うん、あなた名誉もありますよね。いろんな人が信頼もされてるし、はい、お金も二十歳だったらもうありえないぐらい持ってるじゃないですかっていうのを自分にこう染み込ませて、なんだって当時になった気分になってやろうと思なんだみたいな、やろうと思ったの。その当時の彼氏が付き合いだと言ってたのが、この唯一元カノがいるんだけど、その子の誕生日だけ絶対何があっても祝うんだよねって言われたことがあったの。で、もうその女の子だったの。その時見せてもらった写真だったから、やばいその子だと思って、もう本当に気持ちくて、もうそれって意味わかんないじゃん、うん、そしたらもうラオウの言葉を思い出す。何？どこに行ってでもいい、最後にラオウの隣にいてくれればそれでいい。そうだね、ラオウが言うからかっこいい、うん、うん、そうだね。どこに行っても最後に戻ってくるのはってことだよね。最後に俺の隣にいればいいよっていう。でもね、俺とね、ルナはね、比較的ね、結構子供だと思うよ。子供だと思う。そういう面、すぐ顔に出るじゃん、多分。そう、あの、本当にその時硬かったの、うん、もう絶対出したら負けると思って、うん、いいでも頑張って頑張って、最後の2秒で負けた。もう最後に、最後の2秒、めっちゃ2秒やばかったの、ほんまに。もう初めて泣きたいぐらい、もうそうなったの。めっちゃチヨちゃん見られるし、ルナってなんかそういうとこあるよねなんかもうなんか誰にも止められない、なんか暴走モードみたいな。よく恋愛相談でさ、うん、例えば好きっていうさ感情を見せてくるとするじゃん、うん、見せてくるのに付き合おうって言わない人ってどういう心理なの？とりあえずいけるか確かめたいんじゃない？あ、そういうこと。でもめちゃくちゃこっちが連絡バサッて切るじゃん。切っても毎日毎日連絡してくる人。でもわかんない、それがルナが決めることじゃん。別に興味がないなら連絡返さなければいいし、そういうの興味があるならこっちにも行けばいいし。うん、難しかったよ、そんだけ。なんか、あなたのこと言ってくるけど、会ってもその先がないの、ずっと。手は繋いだりとか、その時は手もしたこともあったよ、うん、あったけど、付き合いはないの。でも、毎日4ヶ月、5ヶ月ぐらい連絡ついたことがあったの。へ、マジで。うん、でも、その付き合いがないから、ないちょっと遅い。じゃあデートとかしてたの、ちゃんと、うん、会ってんのに。それはキモいわ。でしょ。勇気なし。じゃ言えばいいじゃん。なんなのって。付き合いたいの。何を考えてるの。なんて言ったら分からない。本人も分かってないんだ。なるほどね。多分自分の忙しさとかもあると思う、うん、仕事の。付き合うって過去がまだできてないけど、でもちょっと分かるかもしんない、うん、俺もさ結構さ、うん、もうずっと一緒にいた人がいて、うん、ほぼ毎日一緒、うん、もう帰ってきても一緒だし、うん、どこ行くにしても一緒でだったんだけど、うん、付き合おうって言わなくて、俺ずっと、うん、あっちから言ってきた。どうするの？2ヶ月ぐらいその感じで、うん、で付き合いたいとは思ってる。でも頑張んぜ、終わってからかな。最悪やん。なんかね、分かる、その男の気持ちも。なんだ、落ち着くんだけど、で会いたいとも思うんだけど、うん、付き合いたいまで至らないけど、うん、会いたいみたいな、うん、でもあんな純粋な子はね、俺の元離れてよかった。そういう感じかな。何も純粋すぎて、あのそっちに巻き込まれたくない。そういうことです。そういうこと。幸せってなんだろうの時はさ、うん、何も喋んなかったのにさ、最近こういうさまったり喋るだけの動画でさ超あれだよね、うん、笑いのところで、うん、でもさ、ルナもうこんなさ下ネタとか恋愛の話してさ、うん、大丈夫なの？失うものないの？もうなんかないよね。ないよね。なんか別に今もしなんか例えばそれこそ最近の話をバンバン言うとかやったらやばいけど、うん、もうやってなさすぎて、そういうこと。あ、もうやってないんだ、うん、多分もう次もうそれを真面目な時期入る。逆にいいんじゃないの。なんかそれこそ隠してて後でバンってなる方が嫌だ。まあ確かにね。俺は基本包み隠さず。でもギスクはもういろいろ出しすぎてるけど、ギスクも。けど別にいいと思う。なんかアイドルでもないし、私たち。確かに俺アイドルじゃないもんな、うん、じゃあ俺アイドルだったら何のグループにいそうかコメント欄でお願いします。
今ダンスを見てる。ということで、うん、前オフの商店でサムギョプサル送ったんですけど、はい、皆さんまた遊びに来てくださいよ、いつも、はい、俺はあなたと違って家に誰でもいいよ精神なんで、うん、はい、ぜひ遊びに来てください、はい、ということで、この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画をお楽しみに。バイバイ。